お？どうした？原稿はまだか？ダメだ、書けない、終わりだ。いいから書け、今なら編集長の恩赦を受けられる。マジかよ。よし、さてと。聞け囚人、主より両言葉だ。また新たな仲間と契約を結んだな。これはまた変わった力の持ち主だ。その力はお前たちを族としてさらなる高みへ導くだろう。心配するな。お前は着実に目的の成就に近づいている。その証拠というわけではないが、今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。これよりお前の物語は大きく動くことになるだろう。これまで以上に力を磨き、来るべき時に備えてくれ。期待しているよ。ではまた。時間です、囚人、戻りなさい。おはようさん。お、制服。しっかりあげめよ。双葉のやつ、朝方の生活にするんだと。健全な作戦行動は健全なライフスタイルからだ。作戦？続いて今しがた入った速報です。連日世間を賑わせているいわゆる怪盗団事件、騒ぎの大きさを受け、総理大臣が官邸で記者団の質問に答えました。近頃怪盗団と俗称される集団の噂があることは政府としても承知しております。現在警察等が事実確認に努めており、適切に対処してまいろうと。総理まで怪盗団かよ。正義の味方だからね。改心ね。本当なのか。いよいよ我が輩たちも全国区だな。野心はあってもクールにか。それ我が輩から盗んだんだろう。例の事件の手がかり早く掴んで我が輩らで解決してやろうぜ。双葉のためにもな。お前ら本当に仲いいな。そろそろ行かねえと遅刻するぞ。お勤めご苦労。
が一番高いのはやっぱり10代みたいですね。学校でも怪盗の話ばっかりなんて意見もいただいてます。怪盗って知ってます？娘なんか毎日そればっかりだよ。お願いチャンネルとやらにかじりついてる。あれただの掲示板じゃないのか？最近ランキングが追加されたんですよ。次は誰を改心させてほしいですかって。ハッカーまで退治したし期待も高まってるのか結構投票されてます。へえ、俺も投票してみようかな。うちの社長に改心して給料を上げてくれってか。終わったわ。やっぱ怪盗でしょ。私思うけど夏休み短すぎない？考え方によるか。ある意味エジプト行ったようなもんだし。はい、ホームルーム始めるわよ。休み明け早々ですが、来週からいよいよ修学旅行です。あ、そっか、そうだ。学生はいいわね。1ヶ月も夏休みの上にそれとは別口でハワイなんて。くれぐれもハメ外しすぎないでね。はい、静かに。ホームルーム終わります。修学旅行か。やっぱその間って解凍でき。高巻さん、英語を話せるんだよね？一応ね。すごい、向こういたから普通だって。ねえ、分かんないことあったら英語聞いていい？え？双葉、一人で来たの？下校の早かった俺が拾いに行った。恩着せがましいお稲荷だ。さて本題だ。これからどうするよ。また大物狙うか？それもそうだが、例の認知世界の悪党とやらはどうする？いるのはもう確実でしょう。しかも廃人化を引き起こしてる犯人、放置なんて絶対許されないわ。つっても手がかりねえんじゃな。
けどさ、俺たち今めっちゃ人気じゃん。学校も怪盗団の話で持ちきりだし、テレビで見ねえ日もねえってくらいだぜ。このビッグウェーブ来た感、やばくね。確かにね、怪盗お願いチャンネルもランキングとかすごいことになってるし。これか。お、なんだこれ。1位がどんどん入れ替わってる。ナウで投票されまくってるからな。こいつら狙ってけや、さすがに1回くらい大金も入んだろ。お前だったら何に使うよ。いいね、世界中食べ歩き。双葉はいいの？お母さんと関係あるのに。よくない、そいつは必ずぶっ飛ばす。廃人化の犯人、よく考えりゃこれ以上の大物もいねえ。もしこいつを改心させて自白が出れば、俺らマジ天下取れんぜ。そん時はいっそ正体明かせ、モテ期来ちゃうんじゃね。これ、そんな顔出しとかあり？そうか、真犯人の自白が出れば異世界の存在も知れる。不審に隠れ続ける必要は。ちょっと目立つためじゃないのよ。正体不明は怪盗の美学だぜ。けど今でこれなら実際とんでもねえ騒ぎ来るぜ。廃人化の件は本当に当ては何もないのか。姉の新島が確か調べてるんじゃなかったか。そうだけど、根掘り葉掘りは聞けないよ。首を突っ込むなって怒られるだけ。聞けないならデータ引っこ抜く。その人私物のパソコンとかある？まさか。私特製の仕掛けが入ったストレージ貸すよ。ぶっ刺せば内蔵ハードのデータ丸コピー。 OS の赤パスとか関係なし。ただ本人のパソコンに直接ぶっ刺す必要あるけど、できそう？お姉ちゃん、ノートパソコンを持ち帰ってくることはあるけど、そこまでするのは。お、またなんか双葉がすげえことやんの？姉の本音を見てしまうのが怖いか。そんなことない。わかった。ね、週刊誌に私がですか？鴨志田先生の件については観光令を敷いたはず。待ってください、どうか猶予を。怪盗団の尻尾は必ずつかりますから。先生のお力がなければここまで私は。ですから、どうかお願いします。
今は誠に託そう。きっとやってくれるって。ナナ、囚人。世話してやろう。出獄させるつもりか？なかなかの成長をしたようだが、出獄させるのか？選ぶがいい、囚人。光沢か？どの光にするんだ？この光で収監するぞ。さあ、こっちへ来い。見るの閲覧なさい。総合の代価は必要ではお持ちなさい。もう終わりか？なんだ、せいぜいあがけよ。
も。あれ、日焼けした？なんか雰囲気が違って見えるんだけど。そうだ、この前はごちそうさま。素敵なお店だね。あんなにくつろげたのは久しぶりだ。そう言ってもらえて嬉しいよ。近頃は怪盗団を支持する人たちから疎まれているみたいだからね。それより君の学校大変みたいだよ。例の体育教師の問題行動を学校ぐるみで隠蔽してたって報道されてる。被害に遭った生徒は大人の勝手な都合で泣き寝入りするしかなかったなんて、どんな理由であれ絶対に許されることじゃない。何かあったら言ってくれ。早く収束するように僕もいろいろ動いてみるから。ちょっと、電車の広告見た？マスコミが学校に来んだぞ。興味くらい持てっての。怪盗騒ぎの囚人学園、校長ら教職員が組織ぐるみの不祥事隠し、もうすげえ騒ぎになってんだから。これ校長とか大丈夫なの？てかさ、大物狙ってって大正解だったな。どこも俺たちの話題で持ちきりだ。もっと
ごめんなさい。ああ、大丈夫。今の子、ありじゃね？怪盗団今来てるからさ、誘ったらいけっかな。実は俺、怪盗なんだけど。って言えねえとこが辛いんだよな。先生もやったんすか？隠蔽。私だって初耳。警察に聞かれても適当なこと言わないでよ。ほんとこんなんばっかで。また親戚中から電話来る。ああ、ちょうどよかった。これもしかして聞いてるかもしれないけど、修学旅行の話。今事件のことで学校に警察がまたいろいろ入っちゃってるでしょ。それで引率の先生の何人かが事情聴取に呼ばれることになって、ちょうど修学旅行の日と重なるのよ。聞いてます。でね、さっき職員会議で出た話なんだけど、3年生に代理の引率頼むことになってね。新島さん、悪いけどお願いね。はあ？ほら、今年の2年生何かと癖の強い子が多いでしょ。受験で大変だろうけど、新島さんの成績なら大丈夫だと思うし、お願いできない？心配いらないって。あなた以外にも何人か行くから。そういうことでしたら。本当？助かった。じゃあ話進めとくね。ちょうどいいか。いい？聞いてるのか？
せ。お、さてと。Thank you.
か用ですか？
い、どうも。よーし。よし。よし。よし。書くか。